は。この動画では5メジャースケールピーボディ音楽院メソッドから解説していきたいと思います。この音階につきましては月刊現代ギター誌の2015年12月号の特集記事として掲載されていますので、お持ちの方はご覧になってみてください。この雑誌の感想がいくつか寄せられて私は耳にしているんですけれども、いろんな感想の中に難しいとか前に進むのがなかなかできないっていう感想も混じっていました。実際このスケールはですね、私が学校で勉強してきたものなので、授業の一環として約2ヶ月から3ヶ月かけて、習得していくものでしたので、すぐにわからなくてもそんなに心配しないで、そして少しずつ進んでいけたらいいと思います。皆さんも少しずつやってみてください。ではこの音階について早速解説を始めていきたいと思いますけれども、ちょっと待ってくださいね、出します、数字を出します。この音階は5つ、基本的な音階が5つですね。3つ4つ5つと5個の、短い音階ですけれども、これをまずはマスターしていく、スラスラ見ないでも弾けるようにしていきます。まずここが第一歩ですね。ですので、まずここを習得する。そして、覚えることがいくつかありますけれども、覚えることと、あと、まあ、気をつけることと言った方がいいでしょうかね。まず最初に上のところを見てください。ここに2ポジションと書いてあります。ここですね。ここに2ポジションって書いてあるんですが、2ポジションというのはフレット番号と関係していまして、まあポジションですからね、スポーツでいう野球とかでポジションとか言いますけれども、場所のことを言っています。フレットの番号と関係していて、1フレット目、2フレット目、2フレット目に1の指、人差し指を置いた手の位置が2ポジションということになります。これはいろんな曲の楽譜を見ても、何ポジション、何ポジションって書いてあるんですけれども、例えば5ポジションにしてくださいっていう指示があったら5フレット目、1,2,3,4,5 フレット目に1の指が来るように運指を探していくといいということになります。でこの5メジャースケールは基本的にはまず2ポジションっていうところから始まります。2ポジションなので、まず最初の特徴として押さえておくのは開放弦がないということ。この5種類のこれですね、1,2,3,4,5、この5つとも、開放弦がありません。まずそこを押さえていくようにしましょう。次に押さえておきたいことですけれども、この楽譜を、見ますと、ちょっと拡大しましょうかね、見にくいですよね、ちょっと拡大します。するとここにフォーム2、フォーム2、フォーム3、フォーム4、フォーム5、そして一番下がフォーム1ですけれども、こういうふうにフォームいくつっていうふうに、表示されています。これはどういうことかというと、通常の音階なんかでは破調調の音階とか、ド調調の音階とかいうふうにして、練習していくことも多々あるんですけれども、このスケールは型。フォームなので型ですね、形を覚えていくようにしていきます。どういうことかというと、この運指の流れ、最初のこの、まずこれだけちょっと取り出せますね、ちょっとお待ちください。はい、ちょっと拡大しますね。結構ね、これ便利で使いながら覚えていってるんですが、
はい、このくらいにすると見やすいでしょうか。もうちょっと大きい方がいいかな。いいでしょうかね。はい、僕は別にかけててもいいですけれども、はい、フォームというのはどういうことかというと、肩ということです。で、運指の流れ、指のどういう動き方で音階ができているかっていうことを身につけていく。まずこれが第1段階。ちょっとこれ「フォーム2」と書いてあるんですけれども、まずこれを弾いてみます。こんな感じですね。まずはフォームに2だけでいいので、この型を何回も何回も練習してスラスラ弾けるようにしていきましょう。コツとしまして、覚えておきたいことが、あります。それはですね、スクイーズシフトというのがあるんですけれども、スクイーズシフト。スクイーズシフトと言いますね。頭文字を取って S って言ったりもしますけれども、スクイーズシフト。これは何かと言いますと、基本的には2ポジションで弾いていくんですが、ところどころポジションが一時的に変わるところがあります。それが何かと言いますと、このフォーム2では1箇所スクイーズシフトするところがあるんですが、まず最初、ドの音。ここですね。これ。で、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド。ここからその次の音見てください。レの音が1の指で書いてあるんですね。レってここです。2ポジションって書いてあって、レを押さえようと思ったら普通2の指が来るかもしれないんですけど、これで進めてしまうと、ミまではいいが、その次のファの音が当てはまる場所にないんですね。小指をこうやってずらすか、それか一弦のファをこうやって伸ばして届かすか、どっちかしかないんです。そういうことがあるので、たまになんですけれども、必要に応じて手を縮める、指を縮めと、指の開きを縮めるですね。絞るようにして縮める。この手を縮めてシフトをするっていうのがスクイーズシフト。そして進めていく。まずこれを覚えてください。で、フォーム2ではこのスクイーズシフトが1箇所だけですね。今言ったここの場所で、音階は上がっていって下がってきたところに同じ音があるので、下りも同じです。スクイーズシフト。これを踏まえてもう一回弾いてみますね。で、ここでスクイーズシフト。で、元の開きに戻して進めて戻ります。そしてまたここ帰りスクイーズシフトして戻ってくる。行けるところまで下がって、もうこれ以上音こうなってしまうので、ここで最低音、このソの音ですね。そしてまた引き返して元の場所に戻る。このようになっています。このような感じです。で、このスクイーズシフトは音階の中、他の4つのパターンでも必ず出てきたり、出ないフォームもあるんですけれども出てきますので、必ず覚えてこの通りに弾くようにしていってください。で、なんで私たちは音階をこういうふうに、なんですかね、基礎練習としてやっていくかっていうのは、理由があります。本当に
基本的な練習っていうのは、レパートリーを磨きをかけるために必要な練習なんですが、例えばこのスクイズシフトだけ取り出してみても、通常ギターでこう手を広げてポジション移動することっていうのはあるんですけれども、この広げるっていう動作は手にかなりの負担があります。ですので、筋肉に負担がかかるということがまず一つ。そして二つ目に、負担がかかるということは動きに多少なりとも制限が出る場合があります。必ずではないですけれども、そういう場合があります。この手を縮めるっていうのはどちらかというと、脱力していかないと移動できないので、力まずにポジションが変わっていけるという利点があるので、フレーズの重たさとか、技術的なこの、なんていうんですかね、切れ目ができたりとかしないで、曲を弾いていけるというふうな利点があるのが特徴ですね。第1回目の、動画ではここまでとしたいと思いますけれども、ここまでの練習を、何度も何度もして慣れていってみてください。この5メジャースケールの譜面をお持ちでない方のために、私のブログにこのスケールの画像を貼り付けておきますので、YouTube の説明欄に、私のブログのアドレスを書いておきますので、ご覧になってください。それでは第2回また説明していきたいと思います。ありがとうございます。